皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、演技力がワンパターンすぎて微妙だと感じる名女優は誰ですか？という内容です。では、早速見ていきましょう。40位は広末涼子。みんなの意見はこちら。ポット屋の演技で魅了された人は大勢いると思いますが、彼女の演技力は昔は良かった。最近は役柄が合うものが少ないのか見受けられませんが、下手ではない。この人、一体何をする女性かなと前から思っていました。決定的に嫌になったのは、松本清張さんの作品におけるポイントとなる役でしたが、見るのも辛くなる演技で悲しくなりました。芸能界から引退いた方がいいのでは？39位は小雪。みんなの意見はこちら。表情や動きがどことなく平坦で堅苦しい印象。綺麗な方なので画面は華やぎますが、見ていて感情移入はしにくいですよね。幅広い役を器用にこなせる女優さんという感じは受けません。若い年齢の時にオーラが強すぎて、年齢を重ねても何の魅力も感じなくなってしまった。下手というわけではないが、他の女優さんのレベルが高すぎて賄えるようになっていきつつある。38位は松下奈緒。みんなの意見はこちら。強い女性像を打ち出したいのだと思いますが、キャラクターの真相が見えにくい演技で、その場しのぎのイメージがあります。何を見ても空回りしている感じで、一昔前の火曜サスペンス劇場のようなオーバーな演技がワンパターンだなと思います。役柄はワンパターンな気がします。イメージ通りの演技に思えるからです。可愛いキャラクター以外の役をしていても雰囲気が勝ってしまうので、いろんな役柄には向いてない気がします。37位は上野樹里。みんなの意見はこちら。主演作品が多くないということもあり、あまり演技力の高さ上手さは分かりません。難しい役柄の評価が高いドラマもありましたが、私個人的にこの方が好きではないので、女優としてもあまり共感できません。若い時は知的障害の人と変わらない印象だったし、この方の素顔が見えない以上何とも興味がない女優さん。映画直子とグーグーだって猫であるを拝見しましたが、自身の個性に縛られた演技に終始しているように感じたからです。36位は牧陽子。みんなの意見はこちら。とにかく滑舌が悪いイメージ。刑事ドラマでは何を言っているのかわからなくて、緊迫したシーンもなんだか面白く見えてしまった。表現力があまり多くないと感じる。素の自分を生かすタイプの女優だと思うので、演じれる役は少ないと感じる。35位は杉咲花。みんなの意見はこちら。どの役を演じてても同じに見えてしまう。感情移入がしにくく集中して見れないことが多い。可愛いだけの印象、演技はいただけないタイプです。血液型と顔が好きじゃない。時代物でも現代物ドラマでも可愛げがなくて演技も嫌い。34位は多部未華子。みんなの意見はこちら。張り切っているというか気負いすぎているような気がする。ただ下手だなというより見ていて可愛らしいと感じる。普段から難しい顔つき、濃くてハースのような顔つきだと思うのですが、演技力はその顔つきが気になり、演技から感じられるものがなく残念です。バラエティドラマに出ていた時も可愛いけど癖が強いので、やはり韓国向けにいいかも。33位は池田エライザ。みんなの意見はこちら。数多くドラマに出ていますが、なぜかあまりヒット作がない印象。昔から変わらず可愛いのですが、悪い意味で変わっていないのかなと思います。以前ネットフリックスで彼女の出ているドラマを見たけれど、なんとなく単調な感じがして大読みまではいかないけれど、あまり表現を感じられなかった。32位は平愛梨。みんなの意見はこちら。演技というよりはバラエティでよくお見かけするイメージが強いです。明るくポジティブで素直なイメージの方で、ドラマ向きではないのかなと思っています。昔は女優としてできてたイメージだが、昨今はそんなイメージがないからかもしれないが、そこまでな感じ、バラエティが合ってる。31位は綾瀬はるか。みんなの意見はこちら。演技からストーリーや役の感情や気持ちが全く伝わらない。セリフの棒読みはもちろん当たり前で、表情や動きなども大根役者のそれと感じる。きちんと文脈が読み取れていないと感じる。ただ可愛いので作品はつい見てしまう。大河ドラマや絵の桜での演技がどうにも稚拙に見えたから、その時大河ドラマの主人公を演じきれるだけの演技力は彼女には備わっていないと感じた。日本を代表する女優さんで人気、いろんな役を演じられていますが、どの役を演じても同じ人に見える気がします。30位は橋本環奈。みんなの意見はこちら。
銀魂の神楽は良かったです。しかし、このくらい突飛なキャラクター以外、彼女の表情、声など同一に感じます。顔が可愛いので、どんなキャラを演じても、橋本環奈感が残ります。コミカルな作品が多いのもあるのかもしれないですが、すごく演技が上手いなとは、個人的には感じない。見ていたドラマも好きでしたが、普通といった感じ、セリフに感情が乗っておらず、大読みに聞こえる。面白キャラは似合うが、泣いたりするような感動シーンは向いていないと思う。29位は高橋メアリー淳。みんなの意見はこちら。毎回意地悪役とかやってるイメージ、実際顔つき目つきがきついから意地悪役とかしか演技できないのかな。あんまり主演って聞いたことがない気がします。もう少し柔らかい感じになれば他の役とかも似合うかも。どの役も棒読みに聞こえてしまい感情移入ができない。大好きなのですがいつも棒読みになっていると感じる。気の強いあんな上司のような役がとても似合う。きっときつい性格と取られるような演技をしがちなんだと思う。28位は黒島結菜。みんなの意見はこちら。まだお若いし、私が見ていたドラマでの役柄のタイプが似ていたからそう思うのかもしれませんが、アシガールや NHK の朝ドラチムどんどん、テレビ東京行列の女神ラーメン最有機など、一生懸命に明るく頑張るヒロイン像で共通していました。役柄のせいもあると思うが、ダーダーとうるさい声が耳につく。すべて同じトーンの演技で同じにしか見えない。朝ドラのちむどんどんの時の演技がひどかった。わーおーは言っているタイプの主人公で、あれ以来彼女の演技が苦手になってしまった。27位は長澤まさみ。みんなの意見はこちら。最近の見られる映画ドラマからコミカルな印象が強く、またしっくりきていて間違いないなぁとは思います。その印象が強すぎてどうしてもシリアスな演技だと違和感を感じてしまいます。ただコミカルな演技から可愛さを感じられ、素晴らしい女優だと思います。あまり他の女優さんに比べて感情移入ができない。演技も棒読みなところもある。連続ドラマではなくて2時間ドラマや映画とかで十分な感じ。ドラマは違和感なかったが、 CM で見かけるテンションが不自然な気がする。なんだかいつも同じような役柄な気がする。26位は A倉奈々。みんなの意見はこちら。テレビドラマ名ちゃんの執事と映画図書館戦争を拝見しましたが、セリフを棒読みしている印象を受け、表情の演技が同一化していると感じました。どの役柄でも同じような表情なので、セリフをそのまま喋っているような感じがしてしまい、作品に引き込まれない。申し訳ないのですが、演技というかセリフ回しが棒読みであまり上手いと感じられません。表情は悪くないのですが、とにかくセリフ回しが拙すぎて見ていていたたまれなくなります。25位はのんのうねんれいな。みんなの意見はこちら。 NHK の連続テレビ小説あまちゃんで話題になったが、その後の役があまり印象に残っていない。ドラマや映画で名前を見てもあまちゃんの人かとし、必ず同じような演技だからなのかなと思ってしまう。のんのうねんれいなさんの演技についてネガティブな意見を述べると単調に感じられることがあります。感情の起伏ある作品では感情表現が乏しく感じます。作品によってはのんさんの持っている個性が失われていると感じます。ジェジェジェは良かったです。この方の演技はだいぶ苦手意識が強く働いています。メイクや撮影次第で大人っぽい時もあれば子供のイメージの時もありますし、ただモデル上がりなだけに演技がいまいち。明るくてのほほんとした感じなので緊迫感がある役が似合わない。怒っている顔が可愛くて微笑ましいと感じてしまう。24位は松嶋菜々子。みんなの意見はこちら。個性的でとても綺麗な女優さんではありますが、ドラマなどの作品を拝見して感情移入できない演技だと思うからです。ただ顔で表情を作り、それにセリフを無理やり乗せているだけに感じます。セリフが棒読みであり感情のつけ方が下手だと思います。この俳優さん自体は綺麗ですごく好きな方ですが、演技力を問われると疑問に感じることが多々あります。ただ綺麗だし可愛いので問題なし。この方は長身でキャンペーンガールから女優へとなられたそうですが、メイクすると特に圧が強く、声がアニメ性の特徴があるので演技力が入ってこないんです。見た目に圧が強すぎるとでも言うのでしょうか。23位は上白石萌歌。みんなの意見はこちら。どうしてもあざとい CM のイメージが強すぎるので、それに引っ張られて損しているような気がします。演技は濃くすぎることはないと思いますが、演技がうまくないと感じる。彼女の表現があまり自然ではなく、感情の深さや幅が限られているように感じる。役柄に対しての没入感も欠けていると思います。
演技力以前にちょっとした CM のセリフも説得力を感じず、何か嘘くさい印象を受けてしまう方と思いますので、女優などとても期待できません。上白石萌音と比べてしまうと、どうしてもセリフに心がこもっておらず、見ていてイライラしてしまう。やはり上辺だけの演技。20人は森奈々。みんなの意見はこちら。以前冬に出演していたドラマを見ましたが、セリフが棒読みだったように感じました。表情も同じような表情だったり、テンションが低めな感じも役に合っている感じではなく、演技力が低いように思いました。わざとらしい感が拭えません。演技を一つとっても、監督から言われたから言う通りにしているだけですという雰囲気がにじみ出ています。感情も感じられないので、演技が上手い印象はありません。どこにでもいる主人公としては、特別花がないから合うかもしれない。だけど共感性羞恥を感じるくらいに、演技は残念。なんだかドタバタしているような不自然な感じがする。役柄と顔にいつもギャップがある気がする。21位はぬくみめるめるる。みんなの意見はこちら。女優というよりタレントさんなのかな。自分のテリトリーの外のことをやっているという感じがして、ご自分でも女優はしっくりきてないのではと感じます。可愛らしい役柄にはハマるが、それ以外の役だと一生懸命演じている感が出てしまう。悪役には向かない印象が強い。可愛いキャラクターであったり、姉御的なキャラクターであったりと多様性がありますが、可愛い顔が逆に顔だけで演じているように見えてならない。どこが良いのかわからないレベルの女優さんです。役柄にぴったりということで選ばれているのであれば納得できます。演技は映画やドラマ次第と思う。20位は石原さとみ。みんなの意見はこちら。いろんなドラマや映画に出演しているが、どの役柄も騒いでいるだけでワンパターンになってしまっていると感じています。感情的にはめくのではなく、もっと落ち着いた演技も見せてほしい。ナース役でも弁護士役でも、コミカルでもシリアスでも、動き方やセリフの言い方、表情の作り方などに変化がなく、物語の登場人物というよりはいつもただただいろんな服を着た石原さとみを見てるだけという感じです。どんな役を演じてもずっと石原さとみ感が抜けていないです。可愛らしい役もシリアスな役もあまり変化がなく、全部同じように見えるし、役に入り込むというよりは表面をなぞっているだけという感じで、うまいと思ったことはないです。いつどこでどのような役を見ても石原さとみに思える。その人らしさが出ているし、決して下手ではないけれども、ああいつもの彼女かという感じで違いがよくわからない。19位は仲里依紗。みんなの意見はこちら。仲里依紗さんは存在がインパクトで、私の中で役にはまっていないように感じます。どの役でも仲里依紗さんだなという印象があります。コメディの方だと魅力が生きると思います。笑顔が嘘っぽい。セリフに感情が伴っていないので感情移入できない。いつも元気でわーわー言ってる役だったら問題ないかもしれない。どのドラマや映画の作品を見ても全て同じ演技という感じで、演技力を使い分けてうまいという印象がないからです。何をやっても同じ演技と感じる。それぞれの役柄を演じ分けられておらず、仲里依紗がシリアスなセリフを言っている、仲里依紗がコミカルな動きをしているといった印象が拭えない。そのため見ていて役どころに感情移入ができない。18位は北川景子。みんなの意見はこちら。ブザービートやセーラームーンとか棒読みすぎて見てられなかったです。ここ最近はヒーローやイエウル女など棒読みでもああいうキャラなのかなと思いながら見れています。ビジュアルは綺麗だが、演技はそこまで上手いとは思わない。綺麗な見た目が先行しており、それがないと形にならないような気がする。お顔はとても綺麗だが、残念ながら役者向きではないと思う。どの役もちょっと見ていられないなという感じで、1話だけ見てやめるものが多い。モデルさんだけやっていてほしい。顔がいつも同じ感じで、表情の変化がなく、演技はうまくはないと思います。恋愛ドラマでも明るく可愛い北川さんですが、心中を表現するような演技までは届いてないのかなと思います。17位は井桁弘恵。みんなの意見はこちら。素敵な役者さんだとは思いますが、綺麗な顔立ちであるがために役柄的に幅広くというのが難しいのではないでしょうか。年を取られて経験と深みが増した頃、また新たな一面が見られることを期待できるのではないかとも思います。可愛いか美人役しかのみで、汚れ役などはできそうにないと思える。お仕事ドラマのような社会派ドラマでも、この人が主役だとお遊びに見えて、シリアスな場面でも重厚さに欠けるから、いつ見ても同じって感じで見てた飽きがきます。その物語に合った役柄ってあるので、まだなりきれてないのか、ワンパターンの演技だと思います。
まだまだ出てくることも少ないので、これからに期待です。演技が下手だとは思わないが、彼女の演技に感動したこともないから、可もなく不可もないという印象。可愛らしい役ならなんとかなりそうだが、難しい複雑な役どころになってくると厳しいのではと感じる。下手というより顔と声のギャップがあって、個人的残念に思うことがあります。それが彼女の良さでもあるのですが、演技は無邪気な感じもするので、もう少し役に入り込んでの成長が今後楽しみです。16位は広瀬アリス。みんなの意見はこちら。決して悪い意味ではなく、広瀬アリスといえばこういうキャラというのが個人的に定着しているというか、先入観ができてしまっているといった感じで選びましたが、それも良さだと考えています。実際出演しているドラマや映画はとても面白いです。2023年度は NHK 大河ドラマどうする家康や民放系の恋愛ドラマアラサーの大学生役に出演していましたが、両ドラマとも表情の変化に乏しく、与えられたセリフを丸暗記しているだけのようにも見えました。そのため、あたかも中学高校の学芸会を見ているかのような雰囲気を感じました。ドラマで見た時にちょっとわざとらしいかな、役というより広瀬アリスという感じが出すぎちゃってるかなと思うことがよくありました。他の女優さんより役に入り込めていないイメージです。感情を表現するのが苦手なのか、いつでも同じような顔をしている気がする。泣いてても笑ってても驚いてても全然感情移入できない。今ほどに売れる前に昼ドラにヒロインとして出演されていた時の印象が強く、若く経験が少なかったこともあるとは思いますが、セリフを読まれているだけで演じているようには見えず、作品の内容は全く覚えておらず、演技が上手でない印象だけを覚えています。15位は佐々木希。みんなの意見はこちら。顔が可愛いので女性としては好きなのですが、演技派力はないと思います。今後どのように活躍していくかは分かりませんが、顔が可愛いとできる役が限られてきてしまうのではないかと思います。よほどの演技力を身につけないと、また見たい女優さんにはなれないだろうと思います。モデルさんとしては素晴らしいと思いますが、どのドラマでもセリフが棒読みのように聞こえます。演技が棒読みに感じることが多い。可愛いので見続けられるが、演技に関しては表情や仕草などが不自然で演技している感が伝わってくるから、顔が可愛いということで評判ですが、演技はいまいちだと思いました。可愛い顔をつけて演技しても、見る側は可愛い顔ではなく女優さんの演技からの感情を得たりと、多様な情報を得たいものですが、ただモデルを見ているだけのような印象です。あと元ヤンキーだったということも印象は良くないです。以前よりもマシにはなったものの、やはり時折見ていてずっこけてしまい、作品にとってはマイナスになってしまうように思えるから。14位は山本舞香。みんなの意見はこちら。見た目の派手さも相まってヤンキー不良系の役柄が多いイメージが強く、清楚な役柄はあまり経験がないことから、ワンパターンな役演技しかできないのではないかと感じます。本人が持つ気の強い女オーラが役を演じている時にも出てしまい、どんな役を演じていても本人のイメージがちらついてしまい、その役に感情移入しきれない。役を見ているというより、その奥の彼女本人を見ている気分になる。演技は上手いとは思えないです。声や話し方も女優としては下手に思います。名前も覚えにくく読みにくいですね。個人的にはこの方って女優よりもモデル、しかもグラビアモデル系の容姿だと思います。素顔はそこそこ可愛いですが、一般人としての可愛さです。演技が上手い下手以前と思う。どの役も表情が同じなので、どのドラマに出演していたか、どの時の顔やセリフだったか思い出せない女優の一人。13位は上白石萌音。みんなの意見はこちら。彼女が主役のドラマを見たが、自然な感じがせず、見ているこちらが恥ずかしくなった。表情の作り方や見せ方は慣れているんでしょうけど、演じる方はまだまだなのかなと感じる。セリフを覚えて一生懸命言ってますという感じが消えない。頑張っているのは伝わるが、ストーリーの中で存在が浮いているように見える。個性を生かして本当に存在感のある役柄をこなしているドラマもありますが、それは脚本や監督の力であり当人の力ではないように思います。最近は見れるレベルになってはいるが、昔はセリフも抑揚なし、演技している感も強く、わざとらしい感が多くて不快になることが多かった。若い頃から演技の際の表情が乏しいと感じます。もともと癖の強い顔つきなので個性的ではありますが、女優よりもタレントの方が似合うと思う。12位はのろかよ。みんなの意見はこちら。演技はもちろんだが、バラエティでの反応ですらワンパターン。
女優を名乗るならもっと頑張ってほしい。あまり出ていないように思いますが、役柄としてのイメージがあまり飛び込んでこない気がするから、どんな役でも元な感じに見えるから、何の役をしても棒読み、ずっと同じトーンで感情移入が全くできず、本人が一生懸命やっている感が丸出しなため見ていて辛くなるから、メイクでだいぶ綺麗になりますが、経歴や所属先からして少し期待薄の女優さんでした。せいぜい一般人的なイメージが取れない印象です。バラエティで活躍してる姿を見ているために先入観があるからかもしれないですが、うわ、のろかよが演技してるという感情が先に来てしまいます。特別演技が上手いわけでもないし、それっぽくセリフをなぞってるだけに感じてしまい、もっと別の女優さんを使えば良いのにと思ってしまいます。11位は吉田羊。みんなの意見はこちら。人気絶頂だった頃は同じような役回りしか回ってこなかったのはかわいそうですが、割と一本上司な演技が多く残念でした。勢いに任せた場面が多く、誰にでもできそう感を感じながら見ていました。この人の場合は演技がワンパターンというより、同じような役しかやらせてもらっていないのかもしれない。演技の幅がないのか配役のせいなのかは正確にはわからない。ヒステリックなおばさんか理屈的なおばさんか、主人公たちの邪魔をするおばさんというイメージがいつもあります。いつもやっていることは同じなのでまたかと思ってしまいます。独特の世界観とキャラクターを持っていて、それで表現できる人だと感じています。これを演技力と捉えるのか天性のものと考えるかで意見が分かれそうではあります。あくまでも主観ですが、吉田羊の表情が単調的に思えます。ちゃんと喜怒哀楽があるはずなのに同じように見えます。その場面でなぜその表情なの、さっきと変わらないと思うんだけどと見ていて感じてしまいます。昔は癖のある役を任される女優さんだと思いすごいと思っていたが、演技力がなくて癖のある役しかできないと聞いて、なるほどそういうことかと思うようになってしまった。10位は松たか子。みんなの意見はこちら。ヒーローの頃のイメージが強すぎるという問題もあるのかもしれませんね。演技自体は下手な方ではないと思うのですが、どのような役柄を演じても昔のキャラクターの方が前面に出てしまう。結局ワンパターンに見えてしまう。そんな気がします。演技力演出力はとてもあると思いますが、いつもワンパターンだなと感じてしまいます。役柄が偏っているからかもしれません。もっと幅広く役にチャレンジしてほしい。いろんな松さんを見てみたいです。とても有名な女優さんだが演技のイメージがなく、映像の中でも松たか子がいると感じる。話し方も変わらずワンパターンに感じるし、よりバラエティ番組の印象が強く、この人のイメージが演技に合っていない。正直嫌いではないです。育ちが良さそうでいいと思います。ドラマも美しい美貌とその育ちから安心して見ていられるのですが、何か演技力に繊細さがないというか、育ちが良すぎるのか安定感が前面に出ているという感じ。少し清純派よりのイメージで演技派と言われている理由がわからないです。何気にワンパターンの演技、作品に助けられている女優という印象しかない。小さい頃からたびたび TV で彼女の演技を見てきたが、どうにも彼女の演技は特徴がなく見えてしまう。それは本格派の演技ではなく、インスタントな印象を抱いてしまうものだ。9位は広瀬すず。みんなの意見はこちら。多くの作品に出演しているが、いつ見てもその演じているキャラクターではなく広瀬すずという人物に見える。また最近出演している作品を見ていないためそう感じるかもしれない。周りの役者さんがすごいだけであって本人は特にすごいわけじゃないなと思います。海外ダイアリーの時可愛いしその役になっていると思いましたが、他の作品を見てあれ？あんまり演技の幅がないなと思いました。どの作品も同じ雰囲気で退屈です。本当に可愛いビジュアルだと思いますが、だからこそどの作品を見ても演じているキャラクターではなく広瀬すずだなと思ってしまいます。当てぶりのようなオファーが多いの。8位は深田恭子。みんなの意見はこちら。深田恭子は若い時から棒読みで、大人になってからも棒読みがすごくて、ドラマの内容が全然頭に入ってきません。可愛いからまだ見ていられるけど演技はひどいと思います。下妻物語、ダメな私に恋してください、不合刑事、二面性の探偵のドラマ、彼女は全部同じ表情同じ声で演じるため、全てが同じキャラクターだと思うくらいワンパターンに感じます。いつも困り顔で同じ表情しかしないし、最近はシワを気にしてるのか口をあまり開けずに喋っていて違和感があり、見ていて演技に集中できません。歩き方もどの役も同じでワンパターン女優だと思う。キャ
キャラクターなのか事務所の方針なのか、同じような役ばかりしていて痛々しさを感じる。ご本人の希望する方向性をもっと見てみたい気持ちがあります。役柄がワンパターンな感じがします。いつも同じような演技、声の出し方は何歳になってもか弱い女の子という感じで、迫力を感じない。上っ面だけで感動しない。顔が可愛いから見ているけど、たまにわざとらしく感じてしまう。でも見てしまうのが深キョンのいいところだと思う。深田恭子の演技は昔から全然変わっていないと思う。上手くて変わっていないなら良いけれど、口はきちんと開けて喋らないし、いつも困り顔だし下手くそだと思う。7位は沢口靖子。みんなの意見はこちら。時々2時間ドラマやサスペンスなどに出演しているのを見かけますが、演技自体は科捜研の女と同じで、白衣を着てるか着てないかくらいの違いしかないなと感じます。声や表情、仕草などにあまり変化がないなと思います。科捜研の女が人気も高く長く続いています。最近のシリーズがシーズン24とか、知的で美しい榊真理子役は本当に沢口さんのハマり役だと思います。悪役の沢口さん等はあまり見たことはありませんが、視聴者や作り手側、TV 局等に求められて長く同じ役ができるということも役者冥利に尽きるのではないでしょうか。シーズン21まで続いている人気作に出演中だが、科捜研の女以外のドラマに出演しているところを見たことがない。まるで水戸黄門のような毎回お決まりのパターンで、演技もうまいのか下手なのかもよくわからない。繊細な感情表現がなく、セリフの抑揚も芝居がかっていて、正直大目役者に感じる。演技の手法が古いだけかもしれないが、科捜研主演以外で幅広く活躍は難しそう。モノマネをされるからその印象が強いせいかもしれないが、声の調子や表情に変化がなく、いつも同じイメージが拭いされない。法医学教室の事件簿のイメージしかなくて、他の役をやってもお堅いイメージになってしまう。その他のジャンルのドラマで見たこともない、もうキャラ通りに演技ばかりで、喜怒哀楽の演技が見えないところが、何とも惜しいと思う。見ていても、いつも同じような演技で、この人のことが非常に好きなら、それでもいいとは思いますが、演技としては飽きてくる。6位は田中みな実。みんなの意見はこちら。演技がワンパターンで飽きちゃう。怒ってる、戸惑ってる、悲しい、ミステリアス、みんな同じ表情。バラエティで毒吐いてる時の方がずっと素敵で良いと思うなぁと思って見てます。演技をしてる感がはっきりと感じてしまい、浮いてる印象です。普段から変わらないのかもしれず、それがテレビに映る日常的な状態かもしれないですが、外面を演じているようで少し嫌悪感を抱いてしまいました。とても努力家な方だと思います。いろんな役柄を演じられてますが、感情がこもっていないように思います。可愛い印象が強いので、かっこいい役をしても嘘のような感じに見えます。普段のキャラクターが強すぎるのかもしれないです。セリフの言い回しがたどたどしい、普段のキャラクターに近しい役柄だと思うが、演技している感じが明白にわかる。可愛らしい方だけれども、演技をしていますという感じがどうしてもしてしまう。司会などの分野の方が向いているのではと思います。田中みな実のインパクトが強く、演技というよりも田中みな実として見てしまう。田中みな実を忘れさせてくれるような演技ができていないと感じるから、ドラマなんかで出てきても元アナウンサーがどうして女優をしているんだろうと一気に冷める。それまでの演技ということ、キャスティングする方の気が知れない。5位は土屋太鳳。みんなの意見はこちら。いつも演技が派手で、いい意味で同じ印象です。もっとシリアスな役だったり乙女チックな役だったりを見てみたいです。若いうちから活躍しているが、幼い印象のまま演じているような気がしています。元気のいいキャラクターのイメージが強いため、シリアスなシーンにぎこちなさを感じています。女子高生を演じていても大人を演じていても、毎回土屋太鳳のイメージが抜けません。声の感じなのか、どの役でも同じキャラクターに見えてしまいます。ご結婚されてお子さんも生まれたということで、今後どういった演技をされるのか楽しみではあります。毎回同じような演技で棒読み感がすごいです。違うドラマを見てもあまたこの感じかと残念になります。可愛いんですけどね、残念です。人間的にとても魅力的で、健康的な笑顔も本当に素敵なのですが、演技になると途端にぼやける印象があり、表現の手段がお芝居以外にもあるだけにモヤモヤします。キャラクターとして天真爛漫なイメージがついており、そのイメージに引きずられて見てしまうからなのか、作品に没頭できないから同じような役しかできないのだろうと感じてしまいます。また見たいとは思う演技力ではないです。
4位は天海祐希、みんなの意見はこちら。しょうがないことかもしれませんが、宝塚の時代の演技の印象が強くて、ドラマや映画を見ていても宝塚の延長線上に感じてしまい、役が変わっても変化が感じづらいです。宝塚での功績は素晴らしいと思っています。天海祐希さんも上記の方と同じ理由で、とても素晴らしい演技力だと思いますが、キャラが定着してしまっている感じが拭えないです。実際はいろいろな役をこなせるのでしょうが、先入観というやつですね。どこかやつ的な雰囲気をまとっていたり、高飛車な役ばかり演じている印象があるから、自身の性格が役に反映されているのではないかと感じてしまう。役名よりも演者名が出てきてしまう女優、本人のキャラクターが強すぎて、どの役も天海祐希にしか見えない。演技も深みがなくてわちゃわちゃしてるだけだし、表情はいつも同じで、キャラクターがワンパターンだからつまらない女優だと思う。喜ぶ時も悲しむ時も一定で、感情の幅を感じません。心から苦しい様子、少しだけ胸が痛む様子、全部同じ様子に見えます。どの役柄も同じリアクションだし、どの役柄も天海祐希って感じで役になりきっている様子が伝わりません。役柄ではなく本人の元のイメージのまま演技している印象が強い。本人のイメージに合わないような役柄だと違和感がある。宝塚独特の演技のそれの印象が強くて、話し方も同じように感じるので、演じる役柄が違っていてもいつも同じ印象を受けてしまう。一人目と同じように役による違いがあまり感じられない。そういうキャラクターを求められてキャスティングされているのかもしれないが、上手い下手よりも天海祐希を見ている感じで、積極的に上手いとは感じられない。目力やスタイルで勝負しているだけで、本当の演技力ではない。背が高いから威圧感があって外見がよく見えるだけ。3位は米倉涼子、みんなの意見はこちら。10年以上のドラマから最近のドラマまで出演している作品はいくつか見ていますが、昔から演技力が変わらないと感じています。セリフが棒読みだったり嘘くさい表情が多いです。セリフが少ない CM には向いてると思いますが、あまり演技力はないように思います。イメージが一新されるような役に巡り合っていないのかなとも思うが、この人が悩みを抱えた女性を演じる姿がイメージできない。米倉涼子はどこまで行っても米倉涼子にしか見えません。よく言えばキャラクターが確立しているということかもしれませんが、そのキャラクターが好きじゃないので、どの作品も好きになれません。表情もいつも同じでワンパターン。どの役を与えられてもあの役が浮かぶので微妙な気持ちになる。なぜかヒロインだったりが多いですが、演技はあまり上手いと思いません。私の周りでも好きと聞いたことはありません。ワンパターンな演技で悪目立ちしています。彼女が出演する作品は見る気にはなりません。大好きなんですが、演技力があるのかどうかと言われるとちょっと心配になります。でも真似できないオーラを持っていることは確かです。周りが上手い人を揃えるとびっくりするくらい下手が目立ちます。癖のあるというか特徴的な演技しかできない女優。スタイルはいいが、それを武器にしているだけで、似たような役が多いせいもあるが、いつも同じ表情と声のような気がする。特定の役しか演じることができない印象です。ヒロイン役などでハマり、抜群のルックスで魅了できることはありますが、2位は本田翼、みんなの意見はこちら。本田翼さんって何の役やっても本田翼インなんだよなぁと思ってしまい、ストーリーに入りきれない感じがします。基本好きじゃないけど、水森さんと光悦ガールの役は好きだったので、役次第なのか。ドラマや映画などいろいろな作品で拝見したが、セリフの言い方がいつも同じような言い方で、表情のバリエーションも少ない印象を受けた。この役を本田さんが演じてくれてよかったと思えたことがない。とにかく演技が微妙。どんなセリフもわざとらしく聞こえてしまい、残念感が半端ない。ドラマチートでは鋭い洞察力を買われ仲間になるという役だったが、決して鋭い洞察力があるようには見えなかった。初期の頃は可愛いからいい見せよ、ワンパターンというかセリフ棒読みのように感じていました。笑顔など表情も気持ち固かったですね。しかし一方でそれが爽やかでもありました。喋り方がいつも同じ棒演技でひどい。しかも声の抑揚に独特の癖があり、切ないシーンでもわざとらしい喋り方が耳障りでモノマネのネタにされてしまうのも仕方ないと思うから、いつも演技の中に慣れていない硬さのようなものを感じます。頑張って演じています感を強く感じるため、見ていて落ち着かないです。そのため本田翼さんを選びました。どの役をやっても可愛くモデルさんとしては素晴らしいと思うが、
演技はどのような役をやっても同じ人に見える棒読み感があって顔は可愛いんだけどという感想になってしまいます。演技は諦めて目の保養的な位置づけなのかなと感じます。セリフが棒読みすぎて見てられない、こっちまで恥ずかしくなる、ドラマの内容は面白そうなのに演技が嫌で見れないことがあるから残念、泣いてる演技か何かがわざとらしかった記憶があります。あまりドラマにも出ていないので見る機会はないですが、そんなイメージがある。1位は吉高由里子。みんなの意見はこちら。吉高さんはどのドラマでも分かりやすいヒロインな気がします。世間のニーズがそうなんだと思いますが、そろそろ変わった役をやっても良いのではと思います。さすがに大河ドラマでも同じような雰囲気で演じたのは驚きでした。頑張ってほしいです。ドラマに出るときは恋愛系ドラマの主役のみで脇役に選ばれることがないため、ワンパターンな役が多いなと感じます。また脇役になるともう少し役の幅が広がるのではないかと思います。話し方が特徴なのでそこを直せばワンパターン脱却できそうだと思いました。とても可愛らしいししっかりしているとが、演技を上手いと思ったことがない。顔ありきな役どころが多いように感じる。バラエティの方がハマっているように感じることが多い。とても可愛いですが、どの映画やドラマを見ても雰囲気が悪い意味で残っているなと感じます。そのため見ているこちら側が感情移入できないと感じることが多いため選びました。いつも甘ったるい話し方で基本男女関係のもつれの役しかしていないイメージ。男にこびる、甘えるのばかりよく見かける。声のトーンが高いから演技の深みが感じられないと思う。美人なんですが単純に美人でいけるタイプではないのかもしれません。ワンパターンではありますが、狂気的な役はハマり役なのでそれも良いのかなとは思います。数は少ないですが、いつ見ても少し色気のあるぶりっ子なイメージ。その人に合った役柄で選ばれてると思うので仕方ないですが、アクション系とかできたらきっと皆さんびっくりするでしょうね。すみませんが、うまいとは全く思ったことがありません。喋ると残念というか、なんでこの人を起用したんだろうと思いました。大河は特に残念に感じました。あるドラマの主演をして以降、どの役を演じてもその役にしか見えなくなった。その役柄のキャラが強すぎたのか、実力がそこで止まってしまったのかはわからないが、ワンパターンに見えてしまっている。どんなドラマに出演しても話し方なのか演技力なのか違和感がある。出演するドラマは毎回違うはずなのに毎回同じ人のような感じで見てしまう。今まで似たような役しかやってないのでは。だいぶ改善したとは思うものの、彼女が出てくるとシーンのテンポが崩れることが多く、作品を台無しにしてしまっていると感じるから、明るくてドジな役であればある程度見られるのに、吉高由里子さんはどの役も全部同じ印象があります。すごい女優さんなのかもしれませんが、あんまり演技が上手だとは思えません。いろいろなドラマに出るが全部あまり上手じゃないなと感じる。声に特徴があるのでそれも邪魔していると思うが、演技が上手くない。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。